エスカクロンプロジェクトは、水島誠二、高橋達也、水月徹、庵安野レ代の安在力を中心とした一連の作品企画群。2013年から仮想歌手の PV や朗読劇などに展開し、2017年5月に OVA としてアニメ化された。2018年末以降、しばらく作品に触れる手段が失われていたが、 2021年5月15日より D アニメストは他で配信が始まった。2021年10月現在、今後の企画展開や過去作品の販売については一切発表されていない。エスカクロンはエスカ、クロン二人の少女の物語であり、音楽 PV を5作、朗読劇を1公演と短編数作、アニメを30分 OVA 二話と、いくつかの媒体で制作。 公開された。各媒体をまたいで一貫した作品か、別物語であるかは明示されていないが、基本構造は一定している。現代日本と思われる世界を舞台とした、格は完結の物語で、といった、人情物、ロードムービー調の展開を基本線とする。エスカクロンは、楽曲 PV、朗読劇、アニメの三分野で展開されたが、年月現在、 唯一アニメ版が配信されるのみで他の楽曲、映像は一切配信、販売されていない。別途、音楽 PV の一部やアニメの予告編など、動画サイトにアップされたいくつかは残存しており、この項では2021年10月現在で確認できるものを整理する。それぞれの詳細は、以下、作品経緯、関連作品の項を参照。水島誠二 高橋達也、水月つき通る、安野まれオの安在力による作品企画群であり、2017年11月現在まで、匿名の楽曲 PV が5作、朗読劇が1公演と短編数作、アニメが30分岩と、いくつかの形態で発表されている。2013年から大きく PV 朗読劇アニメの順で展開してきたが、 これらは一貫したプロジェクトのマルチメディア展開のように説明されることも、プロジェクト自体が変遷したように説明されたこともある。この項ではそれらの権威を時系列で記載する。以下、客中を添えない情報のソースは、公式ウェブラジオ、D. ワールド事前イベント、およびイベント、街遊びボリューム17、アニメジャパン2017および同イベントで配布された、冊子、OVA、 エスカクロン舞台挨拶付き上映会等での言及による。はじめに音楽 PV としてのエスカクロンが存在する。2011年に橋を発し、途中停滞しつつ、2016年6月までに計5本の PV が制作された。イベントでは5作すべてが上映され、そのうち2作はインターネット上でも公開されている。公開されていない3作については、 2017年7月現在、当面は公開予定がないとされる。以下、音楽 PV、エスカクロンの時系列である。2011年10月放送のアニメ、u n 号」の1シーンで声優のアンのマレヨの、アンザイチカラが歌ったところ、これを見た、音楽制作会社が新企画を提案。アンの、アンワタルが歌いつつ、その存在を伏せて、ボーカロイドのような仮想歌手として、 曲を世に出す企画であったという。仮想歌手としてのバックボーン構築を依頼された水島誠二が高橋達也、水月徹らを呼び込み、作品の主要メンバーが固まる。2012年末から2013年等に企画が具体化。2013年5月17日、仮想歌手としてのエスカクロン第一作として、楽曲 PV、月夜と黒猫、エスカクロンを ニコニコ動画に匿名アカウントからアップロードする形で公開。先日の構想通り、歌う案の案済みの名は伏せられ、PV 中ではスタッフも動画の意図も明かされていない。動画についての告知も高橋達也、水島誠二、水月徹らがクリエイターのお遊び企画とツイッターで紹介したのみであった。その後も継続的に新たな楽曲、 PV が作られていたが発表はされず、水面下で続いた制作活動は諸事情から次第に停滞していったという。2016年3月まで表だった動きはなかったため、初出から約3年の間、エスカクロンは実質蒸気 PV、月夜と黒猫、エスカクロン一作のみの存在であった。2016年にエスカクロンが朗読劇として放送。 上演された。主に2016年3月の発表から、同年7月のイベント、d ワールドにおける公演までの動きになる。この間、全校の音楽 PV 制作時期に作られた楽曲も、公式ウェブラジオの OP として発表され、音楽 PV、エスカクロンと朗読劇、エスカクロンが並立することとなる。以下、朗読劇、エスカクロンの時系列である。 2013年以降世に出ることのないまま当初、計画された PV、楽曲等を制作し終えた頃、アンのアンズミの部署移動をきっかけに、両名の所属するエーベックスがエスカクロンを認識する。当時エーベックスでは、所属声優らによるイベント、D ワールドを企画しており、その一環として、朗読劇が検討されていた。渡りに船とエイベックスのプロデューサーであった、田中広之らが、 エスカクロンを朗読劇の企画として組み上げた。2016年に入ってから水島聖二に田中広之から連絡が入り、以降、朗読劇としての企画が動き始める。2016年3月26日にイベント d ワールドの公式サイトが開設され、同年7月10日に開催することを発表。合わせて水島聖二、高橋達也。 みなつき通る、ひふみ、インクによる D、ワールド、オリジナルプロジェクトとして、朗読劇、エスカクロンが、同イベント中で公演されることも告知される。企画趣旨が、仮想歌手の音楽 PV から、朗読劇へ転じた、このタイミングで、キャストの安野マレ代オの、安西地下の名前も明かされた。同年3月31日から、イベント、D ワールドと朗読劇。 エスカクロンの告知を目的とした公式ウェブラジオ D ワールドプロジェクト R の配信開始。第3回以降の放送では番組中で数分ずつの短編朗読も行われた。これが朗読劇エスカクロンの初出となる。この公式ウェブラジオ D ワールドプロジェクト R のオープニングとして楽曲メニーカラーズ、メニーブライズ、メニーモアミュージックスが発表され、 同年4月27日にはその PV がウェブ公開された。楽曲そのものは2013年頃に録音したものだといい音楽 p v エスカクロンの時期に制作されたものが改めて世に出た形となる。同年6月22日新宿ロフトプラスワンにて D ワールドの事前決起集会と掲げイベントエスクロに乾杯プロデュースドバイ D ワールドプロジェクト開催。 プロデューサー田中博之とキャストアンのアン・ワタルび水島、高橋、港月らによるトークイベント、朗読劇、エスカクロンを告知すると同時に楽曲 PV もここまでに作られた全5作が上映された。前日の通り、この PV5 作のうちウェブ公開されていない3作は当面公開予定がないとされ、それらは2021年10月現在までこの日の上映が、 唯一の公開となっている。同年7月10日、イベント D ワールドボリューム0開催。朗読劇エスカクロンの初公演となる。昼夜2部公演のイベントに合わせ、朗読劇も第1部、第2部とそれぞれに完結した、全公編2作が演じられた。以降2021年10月現在まで、朗読劇は発表されていないため、現時点では、この公演が朗読劇、 エスカクロンの唯一の活動となっている。ついで、アニメ、エスカクロンが存在する。主に2016年7月の朗読劇公演以降の動きであり、2017年5月に OVA30 分2作が完成。国内、海外で2度ずつイベント上映された後、2017年11月にアベマ t v でウェブ放送。同年11月から、 アベマビデオにて、12月から DTV にて、それぞれ1年間のウェブ配信がなされた。2年半の空白の後、2021年5月に D アニメスとは他で配信が再開されている。以下、アニメ、エスカクロンの時系列である。朗読劇、エスカクロンの公演の直前リハーサルを行っていた頃からアニメ化を思わせる話が、水島誠二に届くようになる。 一般に、アニメの企画は2年ほどかけて成立するため、水島はまだ先々の話として、やれるものならやりたいですね、といった温度で返していたという。その後、プロデューサーの田中博之曰く D、ワールドボリューム0の朗読劇公演が関係者に好評だったことを受け、実質1日で、水島誠二曰く、監督を十何年にやってきて、初めて見た異常なスピード感で、 アニメの企画が内定。動き始める。この際、順当に水島聖司へ監督就任の依頼が来たというが、別の仕事を抱えていたため受けることができず、水島自身が山口光へ OVA 版監督のオファーを出す。これを山口光が受け、OVA 版エスカクロンは監督、山口光総監督、水島聖司という座組に決まる。 2016年9月30日、ツイッターにエスカクロン公式アカウントが開設。スタッフクレジットをつぶやき、街遊びでのイベント参加を告知。同年10月9日、イベント、街遊びボリューム17にてアニメ化を正式発表。合わせて公式ウェブサイトを開設。報じた各ウェブ媒体では、このアニメ化は、朗読劇、エスカクロンがアニメ化と位置づけられている。 2017年3月25日、イベントアニメジャパン2017に出展した AVEX ブースでのトークイベントでアニメが OVA 全2話であることと制作の進捗状況が明かされる。同年5月6日、イベント待ち遊びボリューム18内の企画として映画館で完成披露上映が行われ約80人が観覧。合わせて以降の上映や配信、 販売の予定はまだ白紙と告知。事実、他には制作を担当したアニメスタジオラルケ社内でスタッフ向け上映会が行われたのみであり、2017年7月まで街遊びとスタッフ向け上映会を合わせて日本全国で150人しか視聴していない状態が続いた。同年6月17日、フィンランドで開催される。 イベントです、デスコン2017年夏内の企画として、上映された。同年7月15日、東京丸の内ピカデリーにで、舞台挨拶付き上映会が開催され、約500人が観覧。その場で、エスカクロンプロジェクトの当面の予定は白紙であることと、しかし何かしら継続していきたいことが告げられた。なお、上映に、先立って7月4日に、約2分間の PV が、 YouTube に公開されている。イベント限定でない広く一般への公開という意味では、この PV がアニメ、エスカクロンの映像の初出にあたる。その後も、同年9月23日に、上海のイベントで上映されるなどしつつ、長らく国内での展開は未定であり、国内で1000人も見ていないと形容される状況が続いた。同年11月3日。 アベマ TV でウェブ放送された。これをもってアニメエスカクロン本編が初めて一般公開されたことになる。アベマ TV での配信後、アベマビデオにて同年12月からは DTV でもそれぞれ1年間ウェブ配信された。2018年10月31日にアベマビデオでの配信が、ついで2018年11月30日に DTV での配信が、 それぞれ終了。パッケージ販売や新たなウェブ配信はなされず、また公式に作品の続報もないため、この配信終了から2021年4月まで、動画サイトに残る PV 等を除くと、エスカクロンに触れる手段は失われた状態が続いていた。千二十一年五月十五日、D アニメストア、DTV にてアニメ版の配信が開始され、二年半ぶりに作品に、 触れる手段が復活。2021年10月現在、他プラットフォームでの配信も始まり、各所で視聴が可能となっている。2021年5月28日、公式ツイッターが2017年末以来にツイート、ウェブ配信再開を告知する内容、公式サイトも合わせて更新された。楽曲 PV、朗読劇、アニメと媒体は変わっても、メインキャラクターは、 エスカクロンの二人である。老いたちや細かな生活の姿など、具体的なバックボーンは未だ描写されていない。この二人が様々な人やものに出会い、気持ちを動かし、動かされ、世界が変わっていく様が描かれる。他、楽曲 PV から、名前不明の黒猫、朗読劇からアルバートと呼ばれる存在や子供たち7人。 アニメでは各話ごとに悩みを抱えるゲストキャラクター1名ずつなどが登場している。2021年10月現在、PV2 作ラジオのエンディング1曲アニメ版、挿入歌5曲、これら計8曲が発表されている。これら楽曲は2021年10月現在、販売、配信されていない。なお、PV は上記の通り5作が制作され、イベントで上映されたが、 ウェブで公開されたのは2作のみ。非公開の3作は、当面公開の予定がないとされている。以上、発表された八曲について、ここでは、時系列に沿って記載する。庵野マレイヨの、安西力がキャラクターを演じる朗読劇。水島誠二が監督、演技指導をし、高橋達也が世界観設定と脚本を務めた。2021年10月現在、販売。 配信などは一切されていない。2017年5月に30分にはの OVA が完成し、イベントにて公開された。途中、視聴手段がない2年半の空白期間を経て、2021年5月15日より D アニメスとは他で配信されている。時系列は以下の通り。2016年10月にアニメ化を発表。 2017年5月に30分に和分の OVA が完成している。完成後しばらく、国内で2度、海外で2回のイベント上映でのみ上映。その後、2017年11月3日に、アベマ TV でウェブ放送されるとともに、同日からアベマビデオにて、同年12月以降に DTV にて、それぞれ1年間ウェブ配信された。 その配信終了をもって作品に触れる手段が一旦失われたが2年半の空白の後2021年5月15日より D アニメストアより配信再開その後も順次配信サイトが追加されたエスカクローンの作品群のうち唯一アニメ版がアベマビデオ DTV で配信されていたが2018年末に配信が終了他配信 販売ともになかったため、D アニメストアからの配信開始まで2年半の間、エスカクロンプロジェクトのあらゆる作品に触れる手段は存在しなかった。ABCDE 公式サイトアニメ。 エスカクロン配信情報 https コロンスラッシュスラッシュ escha-chron.jp スラッシュニューススラッシュ detail.php id イコール109万17672017.0715東京丸の内ピカデリー2で開催された舞台挨拶付き上映会にて当面の展開は未定と明言されている企画当初のタイトルは エスカとクロンであったという。ソースは、脚本家の高橋達也のつぶやき。作中では、ターミナルと呼ばれるが、被災は描かれていない。遠い未来のようであったり、別世界のようであったり、映像や会話で断片的にほのめかされるに止まる。D ワールドプロジェクト R。企画経緯については、主に第1回、第5回などに詳しいハット、エスクロに乾杯。 プロデュースドバイ D, ワールドプロジェクト、二千2016年6月22日の夜、新宿ロフトプラスワンにて開催。ニコニコ生放送で一部が生中継された、https コロンスラッシュスラッシュ l i v e 2 n i c o v i d e o j p スラッシュウォーチスラッシュ lv2644935922016 年10月9日開催。待ち遊びボリューム十七ない。 エスカクロン新プロジェクト発表 SP トークミニライブ。ソースとして、ツイートキャスティングによる生放送や、ウェブ媒体のレポート記事2017年7月15日、開催。東京丸の内ピカデリーに似て、水島誠児、庵野稀オの安西一下、エ b ベックスのプロデューサーである、田中裕之、OVA 版監督である、山口光らが登壇し、OVA 上映後に、 舞台挨拶を行った。ソースとして、エスクロに乾杯。プロデュースドバイ d ワールドプロジェクト、c t 2016年6月22日、新宿ロフトプラスワンで開催。イベントの一部はニコニコ生放送で配信された。ABCPV 全5作のうちインターネット上に公開されていない3作について、2017年7月現在、公開の目途は立っていないとされる。 企画が朗読劇となる前後で、エスカクロンの制作実態が会社をまたいだため、反権の関係もあり、公開が困難であるという。2017.0715OVA エスカクロン舞台挨拶付き上映会にて、水島政二田中広之らが発言。2012年9月末頃に、水島、高橋らによる最初の動きがあり、時期を 同じくして、みなつき通るが、最初のラフを切る、2013年1月に水島と高橋で世界設定の基盤が固まる、など、2016.06-22のイベント、エスクロに乾杯。プロデュースドバイィー、ワールドプロジェクトでのトークより、ニコニコ生放送で一部が生中継されたため、そちらにログが残っている。本件への言及は、 ログの1時間03分から1時間10分あたりを参照 h t t p s l i v e 2 n i c o v i d e o j p l v 2 6 4 4 9 3 5 9に度外のつぶやきをここにあげる。例えば、楽曲メニーカラーズ、メニーブライズ、メニーモアミュージックスは十六点零三三十一配信のウェブラジオ D ワールドプロジェクト R 第1回で初公開されたが、同ラジオ中で、アンの、アンズミより、この曲を撮ったのはもう数年前だといった趣旨の発言がなされている。タイベントでも同様の発言があり、逆算により2013年頃楽曲を制作していたことになる。2016年6月22日時点では、ウェブに公開されている2作を含め、5作の PV が、 すでに完成している。同日開催された、新宿ロフトプラスワンでのトークショー、エスクロに乾杯。プロデュースドバイディー、ワールドプロジェクトで上映された。公式ウェブラジオ、ディー、ワールドプロジェクト、R、第1回、第5回などで言及されている2017.07、15、開催の OVA、エスカクロン舞台挨拶付き上映会では、 2011年から足掛け6年の企画だという話題の流れに対し水島政治が言うほど作ってないけどなと制作作業そのものは途中で停滞していたことを茶化している。ABEX にてプロデューサーとしてエスカクロンに関わった田中博之は2018年初頭からサイバーエージェント所属となっている。ソースは当人の名刺 SNSA や サイバーエージェント所属後のインタビュー等。公式ウェブラジオ D ワールドプロジェクト R 第1回、第5回、あるいはイベント、街遊びボリューム17の解説とともに各所にウェブ記事として取り上げられた。複数あるので、一例を挙げる、おと泉にて。各種目標更新、全8回。 h t t p w w w o n s e n a g スラッシュプログラムスラッシュ d w o r l d スラッシュこの短編朗読でキャストの安住美、安野は3年ぶりに声を当てたという第3回放送がソース公式ウェブラジオ D ワールドプロジェクト R 第1回の中で安野、安住より楽曲 メニューカラーズ、を取ったのはもう数年前だといった趣旨の発言が、なされている。ニコニコ生放送で一部が生中継された、https l i v e 2 n i c o v i d e o j p スラッシュウォッチスラッシュ l v 2 6 4 4 9 3 5 9 2 0 1 6 1 0 0 9待ち遊びボリューム17でのトークショー。プロデューサー田中博之の発言による、 ソースはツイートキャスティングによる生放送ログを参照。アニメジャパン2017等でも同様のエピソードが語られている。田中が急遽モスバーガーに水島、高橋を呼び出し、アニメ化を考えているがやりたいかと問い、二人がやりたいと返したので即決したというもの。2016.10-09街遊びボリューム17でのトークショー。 水島聖二の発言による、ソースはツイートキャスティングによる生放送ログを参照。企画成立の速さは、高橋達也も自身のツイッターで触れている。2016年10月9日のつぶやきで、前のイベントの時には本当に未定だったのにと語り、7月から10月までの3ヶ月で、一気に企画が動いたことを示唆している。アニメジャパン2017で配布された。 サッシ掲載のインタビューにて、リスタートしてから4ヶ月という異常なスピード感でした。田中さんが、とりあえず前に進みましょうというタイプだから、僕らも煽られて、現在に至りますと、アニメジャパン2017で配布された、サッシ掲載のインタビュー、OVA、エスカクロン舞台挨拶付き上映会何の、スタッフなのかは、触れられていない。このツイートは現在削除されている。 複数あるため、参考ソースとして一部を挙げる。当アニメ版キャラデザイン渡辺里美によるイメージカットやゲストキャラクター等が公開された。なお、事前から完成披露上映と銘打たれていたが、完成したのは前日の2017年5月5日13時頃、上映会まで24時間を切っていた。ソースは、水島聖お及び、 作品公式のツイッターアカウントでのつぶやき、およびその後のイベントトークショーによる、ソースとなるつぶやきはなど。150人という数字は、制作を担当したアニメスタジオ、ラルケのプロデューサー、ヒカが、ツイッターでつぶやいたもの。AB フィンランド時間で2017年6月17日17時30分 -19-00、フィンランドのアニメ。 漫画イベントデスコン2017年末で上映された。これについて同イベントのプロデュースを行っている島秀幸とイベントに出席した監督の水島聖司がツイッターで告知を行った。ソース等は以下参照。島秀幸、水島聖司。OVA、エスカクロン PV。 https://www.youtube.com スラッシュウッチ v コール k23 ブックスパフォアハット AB 中国のウェブメディアアニタマによる水島聖事の交流イベントで上映された以下参考リンク2017.07 15開催の OVA エスカクロン舞台挨拶付き上映会にて水島聖事田中広之らが発言 ウェブ上で確認できるソースはなど、2017年5月の街遊びでの完成披露、上映会が約90人、2017年7月の舞台、挨拶付き上映会が400から500人で、計1000人に満たないと概算された。ここに、戦術のアニメ制作会社、ラルケ社内支社は含まれていないが、そちらは、 ダルケプロデューサーヒカのつぶやきから逆算すると50から60名程度であるので、加えたところで国内で OVA、S ロ論を主張したのは540から650人にとどまることになる。対象を国内から全世界に広げても、2017年6月のフィンランド上映で観覧者は100名程度、9月の中国上映で座席数上限でも300人程度しか見ていない。 そのため、2017年10月現在では、全世界でも1000人が見たかどうか、という状態になる。2016年10月27日に、公式ツイッターアカウントから誤って発表された後、改めて10月30日に正式発表された。エスクロに乾杯。プロデュースドバイィー、ワールドプロジェクト、2016年6月22日2016年9月30日に、 解説された公式ツイッターアカウントで、前触れ、同年10月9日のイベント、待ち遊びボリューム17のステージトークショーで正式発表された、徳島、東京の2回、アニメーション制作を担当したスタジオ、ラルケ社内でのスタッフ向け試写会を含めれば、国内上映は3回になる。フィンランド、及び中国エスカクロンに関するカテゴリー、ありがとうございます。